はい、じゃあこれでお願いします。あ、13番です。はい、すごいですねこの整理券。さあ、今回は怪盗日記第901話ということで、いよいよここからは第1000話に向けて新たな100話のスタートとなります。今日 T シャツ着てないんですけど、 T シャツプレゼントは今後は、ナンバリングが末尾ゼロの節目の回のみとさせていただきます。その代わり怪盗日記では毎回このラバーバンドをプレゼントいたします。これまで1話、まあ、1名から多い時で3名様っていうプレゼントだったんですけれども、今回からはですねラバーバンドを毎回5名の方に抽選でプレゼントいたします。というわけで今回もキーワード後ほど発表いたしますので、どうぞお聞き逃しなく。それでは審査の怪盗日記第901話、まもなくスタートです。よろしくお願いいたし申し上げます。はい、おはようございます。アナウンス付きリードシースタです。さあ今回は長崎県諫早市にございますセンターライオン東諫早店さんやってまいりました。こちらでは怪盗日記初めての収録となりますが、今回は YouTube ライブでのスタートとなっています。そして生放送では実は朝から打つのは初めてになりますね。バジリスク絆選びました。まあ、怪盗日記では前々回、2機目にちょっと打って、まあ、いい流れありましたけれども、果たして生放送でのバジリスク絆、今日はどんな展開になるか、どうぞよろしくお願いいたします。それでは審査の怪盗日記第901話、よろしくお願いいたします。さあ行きましょう。まあ、朝から絆を打つことは時々ありますけどね、生放送では実は初めてということになります。なかなか生放送でプレミアゴッドが弾けないと言ってましたが、第900話では見事ね、弾くことができました。そちらまた3月の配信をぜひ楽しみに見ていただきたいと思います。今日のモノマネは、今日のモノマネ、なんかこう毎回僕がモノマネするのが恒例のようになってますけれども、じゃあ誰のモノマネか当ててもらっていいですか。ちょっとクオリティ低いですけど、誰のモノマネか当ててくださいね。聞こえたやろ今の、聞こえたやろ。さあ、今日もすごいですね、もう500名以上の方来られてたくさんコメントもいただいてます。まあ絆なんで生放送は1時半までですけど、当たりは何度も見れると思います。まあ、バジリスクチャンスを当たりとは言わないですけどね、バジリスクタイムですね、まあ、何度か見れると思います。しっかり展開捉えていきたいと思いますよ。あーし、変な、変なおじさん、変なおじさん、変なおじさん、出すんだ、出すんだよね。ちょっとやめてそういうのさせるの。ちょっと今日スロット打ちに来たっちゃけん、モノマネしに来たんじゃないよ。はい、いただきました、いただきました。4分の1ぐらいポンポン当てていかんとね、絆はね。はい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 、初期投資は200枚ですね。当たりです。ゲーム数84ゲームでバジリスクチャンス当選です。いきましょう。まあまあ早かった、100ゲームで、あれ失礼しました。さあやってやるぜ、朝一のバジリスクチャンス。まあ一応リセットかかっていればですね、回数天井もモードも再抽選ですので、一応チャンスはチャンスですよね、朝一ね。天井の振り分け、回数天井の振り分けが1回、3回、5回、7回、9回、10回でしたよね、朝一ね。で1回天井の振り分けが確か 7% から 8% あったんですよね、リセット後。まあ、そんな高くないですけど、まあ一色ですし LED も白でしたので、ちょっとここは弱いですけど、モードに期待したい。はい、残念。さあ1ゲーム目、ここも巻き物、おねえ区長やった今。結構最近言われるのよ、最近言われるのよ、そっちのあれ
結構そっちのタイプですかって、うん、言われるのよ。全然そんな自覚はないんだけど、そうなの。7でしょうね。シータさん若いですね。ありがとうございます。まだ若いんで、気持ちは年は40ですけど気持ちは20代です。でも最近なんかこの間この間バッシュさんにね、シータさん年齢おいくつなんですかって聞かれて、とある方にね、あ、40になりましたって言ったら、あ、意外と若いんですね、もうちょっと上かと思ってましたって言われて、え、いくつぐらいと思ってました、45ぐらいかなと思ってましたって言われたとき、ちょっとショックだった。あ、バジリスク2打ってください。バジリスク2設置がないもんな。さあ、200ゲーム超えました。 BC 館そろそろかな。投資も500枚10本ね、コメントをたくさんいただいてお話ししてるだけでも僕は楽しめてますけどね。街道日記の収録なんで、本編にしたときこれ見せ場でもなんでもないんで使えないっていう感じになります。早く当てないと。お、さあ、ここ当たってくれそうですね。212ゲーム回してます。ここか。213ゲーム2回目のバジリスクチャンスです。投資がちょうど10本500枚です。さあ、それでは行きます。 BC ぐらいでドヤ顔するなって顔したね今。高木くんできたよ。ようやった。さあ2回目行きます。ちょっとね、AT までにどれくらい時間かかるか分かりませんが、 BC 間200のハマりって結構僕嫌なんですよ。これを繰り返して大きな年になることあるでしょう。大したハマりじゃないけど100、200、100、200みたいな BC 繰り返して気づけば AT 間で1000ゲームみたいなことありますのでね。さあ、ここは異色ぞろいですが、巻物なら 25% ですね、当選率。ここで当たってほしい、ここで当たってほしい。チャンスだぞ。さあ、2回目のバジリスクチャンス。48、残念。ここは56ゲーム。早かったですね。はい、サクッと5回目ですね。さあ、行くぞ。どうでしょうね、5回目。よかろう、いきます。決めたいですね、ここでね。さあ、5回目天然、棋戦の約定を解いてくれるか。さあ、頼むぞ天然。天然棋戦の約定を解かれました。はい、これでようやくバジリスクタイム確定になりますね。決まった、天然様。やっぱ天然でしたね。さあ、お待たせしました、マジリスクタイムのお時間です。さあ、行きましょうか。それでは待ちに待ったマジリスクタイムです。ここも天然来たらね、おらーって行きますよ。天然猿之助でした。よし。いや、ちょっとね、5回目でしたけど、3回目、4回目、5回の BC が全部100ゲーム以内というのは助かりましたね。さあ、1セット目、大事よ、1セット目。あ、応募完了です、ありがとうございます。さあ、1セット目の送人ですね。普通声かけやすいライターナンバーワン。あ、本当にありがとうございます。シーサさん大ファンです、頑張ってください。カステラには牛乳が合う。確かに牛乳は合いますね、確かに牛乳は合いますね。でも意外と緑茶が合うんですよ。緑茶合うとよ。ちょっとね、継続率には期待を正直持ってませんので、ここはなんとかバジリスクチャンスで2セット目を決めたいところ。やっと迎えたと言っても、そこまで通常ゲームはまってるわけじゃないですけど、やっぱり最初の AT が単発ってね、嫌ですからね。今単発って書かれた方いますけど、単発、そう、単発の匂いがする。
や僕もね単発だと思いますよそんなもんよ。でもねそれを超えた時よ、だからこそ超えた時喜びが大きいわけでしょ。さあ1セット目特に何事もなく消化してしまいましたが、つい早々に微妙やろうな。でも頑張って健之介、天然から入れた AT は天然が強いんじゃないかな。終了です。次は源之介でいきます。かすみさんありがとうございます。映画見に行くんですか。いいですね。今おすすめの映画はコードギアス復活のルルーシュですよ。いつも見てます。シータさん見てるとスロットやるのが楽しくなります。ありがとうございます。生放送はコメントのやり取りが醍醐味、楽しいからいいです。 ありがとうございます。ですよね。だってコメントのやり取りないんだったら生放送やってる意味がないもんね。まあね、台が渋いというか、台からすればこいつ当てんな、こいつ当てきれんなって思われてるわけですよ。多分僕らからしたらね、この台出らんなってよく言いますけど、こっちの気持ちになろう。こいつまだ当てんのって、ね、待ってんのに。さあどうでしょうかね、どうでしょうかね、もう何ももう493ゲームですから、ここか天井かということになります。レア役もめちゃめちゃ少なかったですよね、この間ね。そっか、おうじゃねえよ、500ゲームです。はーい、天井です、天井です。残念でした。さあここからが大事よ。天井なんですね。総投資は現在23本、1150倍でようやく AT5 最初のバジリスクチャンスです。お願いお願い、ここおっ、さあ今日初めての赤の同色でございます。ここはテントいかんでしょう。いくよいくよ、千人か。さあ今ちょうどお仕事中の方もお昼休みのタイミングでご覧いただいている方も多いと思いますのでね、このお昼休みになんとか AT を消化したい。通常ゲームばっかり見せられてもつまらんですもんね。同色のチャンス、しかもここはゲーム数天井から迎えた BC、 しかしながらかなり静かです。マジリスクチャンス、さあ残りベルはあと1回、これは難しかよ。うーん、外れ、いやーいかんいかんよ、下手くそ、やっぱ絆下手くそ、すいません、 H 入れれませんでした。おでこで大パンしとく、フェインはおでこで大パンしたらいかんいかん、そんなことしたらもうね、引くもんも引けんくなるし。そのラバーバンドって10キロあるやつですよね、外したら本領発揮できますね。え、なんで知ってるんすか。いやもういいや、いやでもこれぐらいの重りをつけて勝ってこそと思って黙ってましたけど、ちょっともう残り1時間ということでいいですか、ちょっと本領出して。実はよ、修行のために重りつけてたんだ、はい、あーすげー軽いな軽いな軽くなりました。さあ身軽になったところで残り1時間いきます。見せ場ここからです。お軽い軽い、あこれはいける、全然違う、あ、いつもだ、いつものだ。よし、これでもスピードアップ、若干ウェイト時間も短く感じません？変わるわけないんですけど。さあよし、10キロありますからね、このラバーバンド送料だけでうんまん円しますよ。さあ一発食らわしました今。
当ててから喋れ。はい、じゃあ喋らん、当たるまで喋らん。当たりました。喋っていい ?165 ゲームです。これが AT1 で2回目ですかね、BC ね。よし。本気出そう。本気って何？今日はおぼろ選択してませんでしたね。ちょっともう移動も視野に入れての実戦になってくるので、ちょっとここは。さあ、巻物揃い。一色ですけどね、ここは再び4分の1チャンス。喋らんとシーサーやないやん。ほら2発目ですよこの BC 中。すいません、ほらって言ってしまった。巻き舌でほらさあ頼むぞ、ここ異色とはいえ2回の巻き物絡んだ BC。 これが重りを外したパワーでございます。さあそれでは2回目のマジリスタイムいきます。ここよ、ここ行こう。さっきは残念ながら単発でしたけど、もうここが単発なら正直絆はもうしばらくしてやめます。深追いはしません。さあここ1セット目から欲しいですね。キーンが4対4、微妙。さあ2回目、普通です、普通です、今のところ普通です。いやでも当たってよかった、とりあえずこっからですよ。どうやったら2セット目に入ってくれる。僕の中でこの1セット目をクリアするのってすごい難しいんですけど、キズナ何も引けんね、A手に入ってから。ハーデス入ってるね。ハーデス行く。後ろの台への移動なら3分で行けますか。ハーデスか。よし、ハーデス行こっか。じゃあすいません皆さん、ハーデスに移動しますんで、フーさんいい？ハーデスに移動しますんで、ちょっと待ってもらっていいですか。速攻で移動しますんで、ちょっとお待ちください。一旦配信止めますね。移動します。さあ行きましょう、回転数は455回転ですね。回していきます。いきますよ。ハーデスを今から打ちますけど、1350枚、ちょっと絆においてはきつかったじゃないですか。展開も苦しかったし、そろそろちょっときつくなってきたなというところですけど、ハーデスで1350枚って考えたら、あ、まだまだ全然こっからっすねという感じもしますね。今日も最後までお付き合いくださいまして、そしてたくさんのコメントいただきまして誠にありがとうございました。次回の3月2日もどうぞお楽しみに。さよなら。今日は絆がねなかなかきつかったんですけども、ハーデスに来てからもまだ当たりなしと。打ち始めたのが400ゲーム過ぎではありましたが、これで600ゲーム以上を消化してすでに1000回転を超えています。結局ハーデスだもんな。結局ハーデスに座るのなら最初からハーデス打っとけばよかったな。結構引いてるんですよ、結構引いてるんですけど、なんかね全然当たる気配がしない台で反応が鈍いな。
言ってる間にもう天井まであと100ゲームを切っております。さあこれでゲーム数は1500ゲームになりますよ。次でもういらんよね、もういらんよね、もういらんって言うじゃないですか。もうすぐ天井って、ここからが結構ハラハラするんですよ。見とってください、1500ゲーム台。僕はなんか1500ゲーム当てちゃうんですよね、天井前に。いらんよ、いらんよ、なんもなんもいらんよ。まあさすがに当たりはないと思いますけどね、ここで。やめてちょっと、もうなに、ヘルゾーンとかいらんよ。ファンイチさん、もうね、なんでこうなるといつも。そっち、いやいやいや、これでまたモード上げてレア役、こんなところで中断機7とか引いてみてありますからね。まあでももう静かになりましたね。よし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 、落ち着きました。ちょっと1500超えたところでね、台の方もおーおーおーってなりましたけど、さあ落ち着きを取り戻して、あとは無事に天井到達を待ちたいところです。はあ、もう長か、今日は当たりまでが、そして当たりまでが長い上に当たりが短いっていう最悪の展開です、ここまで。まあ、ハーデスはまだ当ててないですけど、結局この台1000ゲーム以上自分で回してますからね、移動してきてから当たりのない中で。何何何何何、びっくりする、こんなところで。ちょっとやめて、1558ゲームです今。そんな急に当たってもらったら困りますよね。なんもここはいけてないし、引いてもなかなか当たってくれなかった台が。恐ろしかー、もうハーデスはここ。いやー厳しい厳しいと言いながら、なんとかここは天井まで持ってきまして、現在1570ゲームです。さああとはここからプレミアムオブハーデスの時間となりますけど、もうその一発にかけるしかないですね。投資がすでに64本3200枚となっています。無事に天井に到達でございます。さあどうなるかな、ようやく迎える今日初めてのゴッドゲームです。この後が取り返すのは難しいですけど、大きなゲーム数は欲しいですね、初期ゲーム数から。当たりを見ても今日は単発のバジリスクタイムが2回あるだけですからね、非常に内容のない内容の乏しい街道日記となってしまっております。さあそしてアラダゴトハデスに来てからようやく迎えるジャッジメントは天井です。総投資65本3250枚からのハーデスチャレンジです。やるぞー、よし行きます。まだ200です、まだ200、全然足りません、全然足りませんよ。
先日僕3800ゲーム載せてるんですよ、プレミアムオブハーデスで。ぜひあのバッシュ TV さんのミリオンズ見ていただきたいと思います。今言うことかってね、あと2ゲームちょっとどうにかしたいな。あー終わったら嫌、200ゲームでございました。はい、ちょっと少ない初期ゲームですが、ここからようやく AT ですから、さああとはこの200ゲームの中でなんとか追い上げていきたいです。3250枚に対して大きいマイナスのままです。はい、今日は生放送でのバジリスク絆アナザーゴッドハーデス、ともに厳しい展開でございまして、総投資が65本、3250枚でございましたが、天井からの AT も210ゲームしか消化できず、持ち込み600枚作るのがやっとという実態でございました。かなり残念な、第901話となってしまいましたが、すいません、今日はちょっともう時間の方が来てしまいましたので、これで交換したいと思います。ありがとうございました。次は勝つよ。お疲れ様でございました。はい、今日は YouTube ライブでの第901話をお送りしてまいりました。今日も平日だったんですけれども、多くのお客様に、ご視聴いただきまして、そしてまたたくさんのコメントいただきまして、展開厳しかったんですけれども、生放送自体は非常に楽しい時間を過ごすことができました。しかし実戦は見ていただいた通りですね、絆で単発 AT が2回、そしてハーデスは天井から210ゲームを消化した AT が1回ということで、結果的には3250枚の投資でございまして、交換枚数が618枚でした。はい、大変です。まあ、前回前々回カイド2期いい流れでこう連勝で、そして大きな締めくくって、よし今日から連勝スタートいくぞと意気込んでいたんですけれども、第901話、次の大きな節目に向けての第一歩は出花をくじかれる結果となってしまいました。そしてですね、実戦の方はこれで終了なんですが、カイド2期は第901話からこのリストバンド、ラバーバンドをですね、視聴者の方にプレゼントしていきます。というわけで今回のラバーバンドプレゼントのキーワード、ここで発表したいと思います。今回のキーワードはラバーバンドでお願いします。今回のキーワードはラバーバンドでお願いします。というわけで今回はですね、まあ、実践動画というよりもラバーバンドの紹介動画という形でお送りしてまいりましたので、ちょっと実践部分はおそらく尺的には5分ぐらいしか使われてないと思うんですけれども、まあ、厳しい結果でございまして、まあ、第901話からはこちらを皆さんにプレゼントいたしますので、ぜひまた回答に引き続き、見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで今回はこれにて失礼したいと思います。本日はこちら長崎県諫早市のセンターライオン東諫早店さん、初めてお邪魔いたしましての回答日記でございましたが、第901話からはラバーバンド毎回プレゼントいたしますので、ぜひご応募くださいませ。以上、審査の回答日記第901話でした。